県内の大学生が SNS を駆使して同世代の投票率や社会問題への関心を高めようと取り組んでいます。大学生たちは政治や選挙に対して何を思い SNS にコンテンツを投稿しているのでしょうか。信記者のリポートです。可愛いシーサーのイラストや綺麗な海の写真が投稿されているインスタグラムのアカウント、優れたデザイン性だけでなくユニークなコンテンツも魅力の一つです。アカウントの名前はサステナブル沖縄、日本語に訳すと持続可能な沖縄で、県内の大学生たちが運営しています。一番反響のあった投稿で、それこそ数字にも出てるように 2.2万いいね、いいねとかでまたさらにシェアされていて、実際に6月23日っていう沖縄の人にとって大切な日だけど県外の人は知らないっていうような事実をもっと多くの人に伝えたいっていう思いで投稿しました。沖縄戦に関する投稿の他にも、激戦地だった本島南部の土砂を新基地建設の埋め立てに使用する計画やサンゴの白化問題などを取り上げています。フォロワーはなんと 1.5 万人で、若年層からも支持を得ています。100年後まで残したい沖縄っていうような切り口で、沖縄の社会問題であったり沖縄のローカルグッドっていうところで、沖縄にとっていいことだったりいいものいい人っていうものをものの切り口で、おしゃれに可愛くっていうような、そして分かりやすく伝えていくインスタグラムの発信。過去3回の県知事選挙の投票率を見ると、70代が平均 76.55% なのに対し、20代は平均 44.96% となっていて、若者の政治離れが顕著になっています。サステナブル沖縄のメンバーは同世代の投票率が低い原因をこのように考察します。選挙についてやっぱ勉強しようと思うけど、やっぱ政治家の話ってどこか難しくて、難しい話聞いてまでわざわざ自分の声届ける必要があるのかなって、どこか他人事になっているのかなっていうのが選挙率が低い原因なのかなと思ってます。ニュースとかを見るのももう少なくなってきている世代なのかなと思ってて、新聞を取らない家が増えてたりとかだと、もうこの自分が、まあ、気になるニュースだけを見るとか、そうなると今の社会を変えたいとかで、変えたいっていうことが選挙に行くってことにつながってるっていう認識してる人が少ないかなって思ってるので、そこは原因かなって思います。インスタグラムや YouTube などの SNS は過去の検索履歴などの情報から利用者が見たいと思う情報を自動的に表示する仕組みになっています。自分が知りたい情報しか見えなくなる現象、いわゆるフィルターバブルの原因となっています。政治的無関心やコミュニティの分断を加速させるこの現象に危機感を持つサステナブル沖縄のメンバーは、知るべき情報を知りたいと思う情報に変換し投稿しています。南部土砂問題だったりサンゴの白化現象だったり、ニュースでは聞くけどなんかちょっと難しい小難しい話だなっていうようなことがすごい、をより分かりやすくライトにっていうような意識ではすごく意識を持って発信はしてます。7月に行われた参議院選挙の投開票前にも投稿しました。自分たちもその一人でも多くの方に、このインスタ私たちをフォローしてくれている方に思い出してもらって、まあ、少しのきっかけになってほしいなっていうような思いで発信はしました。今回の県知事選に関しても、各候補者の政策を分かりやすくまとめたコンテンツの投稿やアンケートを実施しています。例えば県知事選挙でみんなはどんなことに悩んでいるというアンケートでは、誰がなっても同じ、候補者が掲げている公約だけではなくて過去に残した実績や失敗もみんなに見てもらいたいといった回答が見られました。
自分自身に言い聞かせないといけないんですけど、まあ、関心はあってもアクションを起こすことがすごく少なくなってはきている、まあ、その中でできることの一つとして選挙に行くことっていうのがアクションをする一つってなって、やっぱり、まあ、暗い問題っていうのはたくさんあるから、まあ、そこをやっぱり選挙に行くことによって少しでも変えられる、一人でもそういう、まあ、未来について考えられる人がいたらいいなっては思います。生まれとか経済力に左右されずに子どもたちが夢持って生き生きと自分の作りたい社会を作っていけるような、そんな沖縄になってほしいなと思うので、100年後を生きる子どもたちにより美しい沖縄を見せたいと願い、サステナブル沖縄は今後も SNS を駆使して問題提起を続けます。このインスタグラムの投稿を見ると、言葉遣いも丁寧で優しくて、見る人への思いやりというのが伝わりました。分かりやすく見やすい形で情報を届ける工夫がされているからこそ、多くの人に届いているのだなと感じました。これからの沖縄を担う若い人が政治に関心を持つということはすごく大切ですよね。そうですね。まあ、難しく聞こえるかもしれない各候補者の訴えというのが、こうした SNS を通すことで、まあ、政治が自分の生活に直結するんだと思うきっかけになってほしいですよね。はい、そうですね。インスタグラムサスティナブル沖縄でぜひ検索してみてください。